矢部田康彦、矢部田康彦、矢部田康彦、本名、矢部田康彦、読み同じ、1973年6月19日帯、は、大阪府岸和田市出身の元プロ野球選手、投手。上宮高校時代は主に控え投手で、1年夏に、甲子園、ベンチ入りしたが、一つ後輩の西浦勝拓などの影に隠れて目立つ、存在ではなかった。 新日本製鉄広畑に進み、急速、変化球に磨きをかけ、この時点で投手としての原型は完成したと言える。ドラフトでチワロッテマリーンズに2位で指名され入団。は先発として起用され、完封勝利も達成。だが最終成績は4勝6敗だった。には規定投球回に到達したが、5勝9敗と、勝ち星を伸ばすことはできなかった。は2勝9敗。 防御率4.84と、さらに調子を落とした。は5勝を挙げるも完全復活とはならなかった。は、わずか2試合しか登板できず、プロ入り初の未勝利でシーズンを終えた。は、先発だけでなく、中継ぎでも起用されるなど27試合に登板した。防御率は3点台後半と安定感は、今一つだった。は3試合しか登板できず、1勝に終わった。は五勝六敗。 防御率5.90でシーズンを終えた。ボビー・バレンタイン監督が就任したに中継ぎへ転向。ブライアン・シコースキーの対談で、右のリリーフが手薄になっていたこともあり、この年、リーグ最多の66試合に登板。中継ぎ転向後、先発時代は、時速 140km そこそこだった球速が、時速 150km 近くを計測するようになった。また、 防御率も9年目で、初の2点台となる2.79の数字を残した。同年のチームは、終盤プレイオフ争いを演じた。惜しくも4位に終わり、プレイオフ進出はならなかったものの翌年2005年、以降の人気急上昇の礎を築く年にもなった。中継ぎ投手部門のファン投票1位により、プロ10年目で、オールスターに初出場。チーム最多の試合に登板し、 31年振りの優勝と日本一に貢献。藤田総一、小林正秀と呪っての勝利の方程式は裕福と称された。プレーオフと日本シリーズでは合わせて8試合に登板し、すべての試合で1イニング無失点に抑えた。ワールドベースボールクラシック日本代表に選出。中継ぎとして4試合に登板し、4回1、3を投げて、 自責点1日本チームの優勝に貢献。アメリカ戦では、窮地の場面で、アレックス・ロドリゲスを三振に取ると、ボブ・デイビッドソンによるタッチアップの誤信があった次の回という苦しい場面で、デレクリー、ジョニー・デーモンから三振を奪うなど完璧な投球を披露した。一方シーズンでは47試合に登板し、引き続き好投した。58試合に登板し、4勝6敗4ス。 防御率2.7338ホールドで自身初のタイトル最優秀な勝利投手を獲得した。小林正不在の終盤戦には守護神としても活躍した。一方延長戦などの接戦では打ち込まれることもあったが小林正秀は27セーブを挙げるも安定感を欠き、藤田は防御率10点を超える。 極度の不振だったが、この年の裕福の中では一番安定感のある、投球を披露した。オフには、ンの村を代理人とし、海外 FA 権を行使。2007年11月28日に、カンザスシティロイヤルズと、総額600万ドルの2年契約を交わした、2008年250万ドルプラス2009年300万ドル、オプションとして3年目延長が破棄された場合には、 医薬金50万ル。26試合に登板して、防御率5.46、マイナーでも12試合で、防御率5.4四ーと結果が残せず、8月2日に、戦力外となり40人枠から外されたが、1ヶ月で最小格。しかし11月4日に再度降格となった。オフには FA 出た球団遺跡も可能だったが、マイナー遺を受け入れた。 スプリングトレーニングに招待選手として参加。しかし、オープン戦7試合に登板するも12アンダ8、失点と結果を残せず、3月22日にマイナー行きを通告された。トリプル A 級オマハで26試合に登板し2勝1敗、防御率3.55、8月24日、この年初のメジャー昇格を果たした。オフにはロイヤルズが選択権を行使せず自由契約となった。 2009年11月23日に千葉ロッテマリーンズへ復帰し、11月28日に入団会見が行われ背番号は49に決まった。翌年3月9日には登録名の姓を本名の矢豚から略字を使った矢豚に変更していい。は開幕当初は抑えに起用予定の小林博之が故障で出遅れたため暫定的抑えを任されたが、 小林の復帰後はセットアッパーとなり、小林は一軍昇格後に抑えを任された。自身もシーズンを通して活躍。特にクライマックスシリーズから日本シリーズでは7試合に登板して10イニングで自責点0と際立った活躍を見せた。ペナントレースでは3位に終わったが、2005年以来のクライマックスシリーズで勝利し、日本シリーズに進出。日本一に貢献した。 小林の遺跡に伴い自身初のシーズンを通しての、クローザーの役目を任される。防御率、ホイップは高水準を記録し、ブラウンセーブは2回、31セーブを記録するなど、自身の役割を十分に全うした、ズンとなった。しかしチームは最下位に沈んだ。リーグ3位とはいえ、前年度日本一のチームが、翌年最下位に終わったのは、パリーグ初も。も 昨シーズンに引き続き、クローザーを務めた。8月30日、通算戦投球回数達成。正直、ここまで来られるとは思っていませんでしたと謙虚に、コメントした。しかし、僅差や、同点の場面で打ち込まれるパターンが多く、1勝6敗、防御率3.34、救援失敗数は両リーグ最多タイの8度と、不本意なシーズンとなってしまった。 チームも前半戦は首位につけるが、後半戦で一気に失速し、5位に低迷。は、右肩痛からの回復を目指し2軍でリハビリを続けていたが1軍での登板がなく、9月29日に今季限りでの現役引退を発表した。10月6日の本拠地最終戦となった、対オリックス戦の試合後に、同じく今季限りでの現役引退を表明した。 この慎吾とと共に引退セレモニーを行い、マウンドに立ち打席に立ったサブローに対し3球、三振に打ち取り、ファンへの挨拶の後ンに胴上げされ、グラウンドを一周した。彼ラは、フォックススポーツジャパンベースボールセンターと、千葉テレビ放送 CTC、マリーンズナイターにて、野球解説者として活動する。また、同年から TBS ラジオでも解説も務めるが、原則として、 関東圏外への裏送り中継を専門とした担当となるため、TBS ラジオの公式サイトの解説者一覧には記名されていない。ただし、2015年6月12日のロッテ大巨人にて、TBS ラジオの本放送、TBS ラジオエキサイトベースボールを初めて担当する田淵光一とのダブル解説。からは、テレビ東京の野球解説者も務める。 彼らは HBC ラジオの野球解説者を務める。彼らは関東学院大学の投手コーチに就任。また、TBS ラジオの野球中継撤退に伴い、日本放送及び文化放送の制作による RKB ラジオ HBC ラジオへの裏送り中継で解説を務める。ストレートの平均球速は約時速 142km。最高球速は MLB 時代の2009年に記録した94.6メートル PH、約時速152キロメートル。日本球界復帰後も時速150キロメートル台をマークしていた。時速130キロメートル前後のフォークと時速110キロメートル台のチェンジアップの使い分けに、長けており、カウントを稼ぐ玉としても、決め玉としても使える。父親は、尾崎幸夫を用した。 奈美高校の1961年の夏の甲子園優勝時のメンバーである、上宮高校時代は同級生であった中村豊の家に居候していた。オリックスに在籍していた一郎に支給を当ててしまい、謝りに行ったが冗談で顔が笑っていると言われて取り合ってもらえなかった。後に、矢蓋は僕は笑ってなくても笑っているように見えるから、と明かした。 当番時のテーマ曲はガンズ・ウェヌ・ローゼズのウェルカム・ツー・ザ・ジャングルである。かつては AC、DC の TNT が使われていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。